日放送のテレビ朝日、羽鳥慎一モーニングショー、月曜から金曜全8:00で、コメンテーターの元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂、54、と、ノンフィクション作家の吉永みち子氏が、別室出演、した。写真、かっこいい、岡村隆史が公開しためいっ子手作りのマスク姿番組冒頭、羽鳥慎一アナウンサー、48、が、新型コロナウイルス感染予防のため、一茂さんと吉永さんは別室からの出演となります、と説明。二人は、ワイプで別室からコメントした。同局のスタジオがある東京都では、9日に新型コロナウイルスの感染者が新たに181人確認されたと発表された。1日当たりの感染者数としては8日の144人を上回り、2日連続で最多を更新。都内の感染者数は4日に初の3桁となり、その後も高い水準で推移し、累計では1519人となっている。